アーネスト・ギムソン、またはアーネスト・ジムソンは、イギリスの家具デザイナー、建築家である。19世紀後半に、ウィリアム・モリスが主導した、アーツクラフツ運動の最も影響力のある、デザイナーの一人とされる。デスターのエンジニアで、鋳物工場などの経営者の息子に生まれた。デスターの建築家、バラデールのもとに、弟子入りし、1881年から1885年まで、 働いた。19歳の時、レスターで開かれた、ウィリアム・モリスの講演会で、美術と社会主義に関する講演を聞き、強い感銘を受け、講演後、モリスと朝まで語り合ったとされる。建築の仕事の経験を積み、レスターの技術学校、レスター・スクール・オブ・アート、後のデモント・フォート大学で学んだ後、21歳になったギムソンは、経験を積むために、 モリスの推薦状を持ってロンドンに移った。ロンドンでは建築家のセディングと働き、セディングの事務所の隣にあったモリス紹介のショールームでアーツクラフト運動の成功を知ることができ、運動の中で家具を製造したバーンズレイ兄弟と友人になった。しばらくなどにヨーロッパに旅した後、ロンドンでの活動を再開し、1889年には、 モリスが創立した古代建造物保護協会のメンバーになった。1890年にシドニー・バーンズレイラと家具製造の会社、ケントン &CO の共同設立者になったが、会社は短命に終わった。1893年にバーンズレイ兄弟とグロスタシャーのコッツウォールズに移り、講演者を得て活動し1900年にサイレンセスターに家具工房を開き、 後に工場をサッパートンに移し家具のデザインをした。ありがとうございます。